皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、9月25日、21時4分、この KVID3352 ですね、まあ、こちらの方で、そのエネルギーの残存量問題、まあ、ガソリン車の生産販売停止に関してなんですけど、ワンサイクル遅れてるんだと思いますと言ってた内容の続きなんですけども、まあ、これは結構重要なんですけども、1997年8年それぐらいの頃に、河川の撮影に行っています。要するに河川水門開閉式玉発電のことについて、考えてた内容、どうするべきか、これに関して一緒に撮影しに行ったものが、山口隆というものと、まあ、有馬警察署で、交通課の方の警察官の服装をしていた時を見たことがあります。で、秀和株式会社で、同期として2000年から2001年、2001年から2002年、働いていて、あと2005年から2006年も、秀和株式会社北神戸店の、その当時は、店長として、その山口隆というものが、働いていました。で、あとは、まあ、坂東敦史という永田工業高等学校の同級生のもの、この2人が唯一その件のことに関して記憶を保持していれば、まあ、証言者として、証言できると。で、まあ、山口隆史というものなんですけども、そのものは子どもの頃、神戸市兵庫区東山町の東山高校の僕の自宅に訪ねに来ています。自宅に一度訪れています。で、そのワンサイクル遅れてる内容ですけども、小泉純一郎さんの頃に、ガソリン車の生産停止に関して、生産の方に関して、現在では2035年安倍政権の時に、アメリカの方に行っていただいて、あと、まあ、世界中の政府上層部の人たちと話をつけていただいて、今のところは2035年みたいな話になっています。とりあえず今日本国内で、海外に関してもアメリカも2035年にはガソリン車の、生産停止ということになっています。で、まあ、他の国も大体の国がそうで、まあ、一応東京都に関しては2030年にガソリン車生産停止、販売も停止に、なっていたと思います。この間見た情報ではそうなっていました。で、以前も確かそうだったと思います。で、今現在の状況としては、その日本全体や世界全体で2030年にガソリン車の生産停止を行って、仕事でもどうしてもいる人だけ、販売の許可、を与えると。で、まあ、一般人の人たちに呼びかけて、ガソリン車の、まあ、所有を、やめていただくように呼びかけると、まあ、呼びかけたところで、まあ、どれぐらいの効果があるのかと、まあ、全員が全員、販売してくれるわけがないと思います。で、まあ、1割の人でも、手放してくれたら、世界中でです、かなり違うんじゃないかなとは、思います。1割もしくは2割、まあ、その辺のところについて、その小泉進次郎氏、彼が、総理になる頃の年齢が、まあ、もし2030年や35年だったとするのであれば、安倍さんも第一期安倍政権の頃は52歳ぐらいで、総理になってるんですよ。だから、世界中の政府上層部の、まあ、首脳の人たち、総理とか、まあ、日本では本当は、首脳は天皇陛下ですけども、総理だとか、大統領だとか、主席だとか、まあ、そういうふうな方たちの年齢がかなり高齢化していて、それが自然とそういうものなんだという認識に変わってしまいがちですけども、そうではなくて、まあ、大体50歳過ぎぐらいにはもう総理になってと、である程度の期間を務めて、それから、今まで何があったかの部分で副総理として、まあ、ちょっと、残るみたいな形に、
するというのが一番妥当だと思います。でそのもともと僕は二十歳ぐらいの頃は小泉進次郎さんの方が、まあ、5歳ぐらい年下ですから、でかなり、先輩である小泉純一郎さんの方がだいぶ目上の方であったと。でその関係を考えると、その小泉純一郎さんがそれを打ち出していて、2025年にガソリン車の生産販売停止だとか、東京都では、ガソリン車の生産停止を2020年にする、こういったことをもし打ち出していれば、エネルギーの残存問題とか世界中に浸透していれば、まあ日本国内だけでもそうだとは思いますけども、小泉進次郎氏、彼も、まあ総理になるときなりやすかったと。後の世代の人たちがもうびっくり仰天するぐらい、いやもうガンダムの生みの親の富野さんが、若い頃から、まあ、石油の残存量が残り80年、技術的採掘可能埋蔵量が80年と言われていまして、まあ、僕は20歳ぐらいの頃が69年であると。で2011年が、59年分で、2022年がもう残り54年分であると、まあ、いろんな掘削地点がかなり増えて、ガスに関しても1970年ぐらいと比べると日本はもう倍以上、ガス使うようになってるんですよ。だからそれが、その当時発展途上国と呼ばれてた国の人たちも同じように、使用量が、倍とか3倍とかに、なっています。で、まあ、ガソリンに関しても車の普及等によってそういう風な形になっています。ですので世界中で、ガソリンの消費量がコロナウイルスの時だけ、1割あるかどうかぐらいの、減があったぐらいで、後の年はもう毎年、増えていってしまっています。でその2035年じゃ、まだ遅いということで、まあ、2030年の方で世界中で、まあ、なんとか、ガソリン車の生産販売停止の方向で、対応しなければならないと。でみんな電車パス等でほとんど移動できるっていうところを定着つけて、で、その方がまあバスの本数も増えたりだとか、あとまあ昼間の時間帯のバスに関してはなかなか満員になることはありませんので、通勤通学の時間帯の朝とか、夕方晩がまあ電車バスが混む時間帯ですから、それ以外の時間帯は中古車として集まってきたワンボックスか、8人乗りだとか、まあ、ああいうふうなもので、いいんじゃないかなと思います。で、本数しっかり対応して、便利さを、重視しておいてと。まあそういうふうな、まあほとんどの人は、駅から大体歩いて行けるところに住んでますので、まあその方がいいんじゃないかと。というかまあそういう方向性で動かなければならない。まあそういうふうなことは二十歳ぐらいの頃から、その辺のところは気づいていって言っていた方なんですよね。それも政府の人たちも言っていたんですよ。だからどこで歯車が狂っていったかのところを考えていくと、東京オリンピックと入れ替わってしまってるんですよ。東京オリンピックは2020年だったじゃないですか。まあコロナウイルスで延期になりましたけども、2021年に開催されました。で、2020東京オリンピックという名称で残しているのは、もともと開催される時期がそのガソリン車生産停止と話が入れ替わってるっていう部分で、2020っていう意味もあるんじゃないかなと僕は思っています。で、2004年ぐらいに、まあ厳密に言うと、しっかりした内容で言いますと、2003年に、ホテルオークラのメインバーで勤めていた時に、まあちょっとしたことがありまして、精神病院に通院させられるような形になったんですけども、まあそこからですね。で特に2004年から甲陽病院に通院するような形になって、で、そこもね、
その精子の生産されなくなる薬とか出されたりしてたんですけども、特に僕は性的なことで何か悪いことしたわけじゃないんですよ。でだけどもそういうふうな内容のものを飲まされていたと。一応まあ高島彩とかが来てくれてアナウンサーで、まあそういうふうなものを飲まされないような環境とかは作ってくれたんですけども、まあ、そこの医師の松川医師という名前、その後副院長になってるんですけども、その人がボクシングの大橋会長の可能性があります。あくまでもこれは可能性なんですけども、背丈で見ると、ちょうど同じぐらいなんですよ。で顔とかも、まあ、似てる部分があります。でその2000、まあ、東京オリンピックの危機に関する条例、今大橋会長一人を責めてるんじゃなくて、松川さんとかを責めてるんじゃなくて、そうじゃなくて、そこにもうあの高島だけじゃなくてスポーツ関係者、例えばその後活躍する、なでしこジャパンの澤穂希元選手だったりだとか、当時だから2004年5年の頃は澤穂希っていう人に関しては、まあやっとまあ知名度がついてきたかなぐらいで、女子ワールドカップ2012年か11年でしたっけ、それぐらいの頃にあったと思うんですけども、まあそこでも2011年以降に高島彩宛てに僕が SD カードにこういうような撮影を行って、まあ政治経済スポーツとかのことに関してあれこれ、いろいろ言ってって言って、まあ、決勝戦でその、まあ、選手の方は緊張がどうこうみたいなことを言ってたので、まあ、緊張したらこう動きが硬くなったりしてしまってあんまり良くないので、まあ、東日本大震災の映像を試合前に見たら分かると、あの状況下とスポーツの試合を行う時にあの映像を見たら緊張なんか全くしなくなるっていうことを僕は言ってたんですね。で、現地の人たちの方はもっと大変なことになってると。で、そこを、まあ、絶対勝つっていうような形で、まあ、その心の、持っていき方といいますか、まあ、実際そこで、ワールドカップサッカーの方に関しては、女性の方が先に、ワールドカップ、優勝しましたと。男子よりも先に。という、その時に澤穂希っていう人が、有名になって、本当は2004年か5年に公営病院に来てるんです。準看護師の格好をして、いました。で、まあ、この辺でも有野台のところで、1年ぐらい前ですかね、1年半ぐらい前ですかね、まあ、建物と老朽化してる建物とかがないかどうかの撮影だとか、まあ、そういったことをしていて、まあ、帰っていくとき、軽自動車を運転した澤穂希さんが横を通り過ぎていったと。まあ他にも例えば元女子バレーボール日本代表でいうと木村沙織選手も来てるんですよ。で、無数の人間が来てるんですけども、その時その人たちはエネルギーの残存量問題多分知らないと思うんですよ。一般人の人でもこれ警察官の人でもエネルギーの残存量問題、何ですかそれはっていう人もいらっしゃるんですよ。で、公務員の人でもそういう人たち結構いました、今まで。で、その公務員の人たちが、まず、公務員や国家公務員の人たち、要するに、まあ、議員さんも含めてですね、しっかりしなければならないという立場、まあ、大企業の人たちの役員さんとかもそうなんですけども、まあ、まあ、弁護士の方たちとかも、まあ、言い始めたらもうキリがないですけども、だけども、そのエネルギーの残存量問題に関して、公務員の人でも理解できてないような内容が、一般人の人がわかるかっていうと、まず、分かっていない。で、これは、そのテレビでの放送などでしっかりと、まあ、毎年毎年、年何回でも、各番組、バラエティ番組も含めて、そういう方向性から話して、具体的な数字とかを示して、で、対応しなければ、まあ、ならないと、まあ、そういうふうな形で物事を、行わなければ、
ならなかったというところなんですけども、だから2004年5年に公陽病院に通ってたんですよ。で、公陽病院でその通院しなくてもいいという理由が、社会に出て働いたら、通院しなくてもいいとか、何かそういうふうな変な、内容を開示されたんですよ。で、まあその、東京都政六法で東京オリンピックに関する基金の条例が出来上がっているのが2006年なんですよ。まあ都政六法も持ってますので、まあ平成の20何年かのものと、令和のものを持ってるんですけども、まあ2006年に東京オリンピックの基金に関する条例が作られていて、フルーツラーパークで1996、7、8年、まあ9年もの冬場ぐらいまでは働いてたんですけども、その後大阪ヒルトンホテルに勤務地が変わってるんですが、その頃石原慎太郎さんっていう人が結構フルーツラーパークに来てくれていて、まあ向こうの方からこうおはようってこう手を挙げて笑顔で言ってくれたりだとか、まあまあ、そういうふうな石原慎太郎さん、まあ、その後東京都知事になってるんですよ。石原慎太郎さんも何らかの理由によって操られたというか、うまく話に乗せられてしまってる可能性があるんですね。うまく言われて、例えばどういうふうなうまい言い方があるかって言ったら、世界中でスタジアム建設ラッシュになってしまったら大変だから、最初から日本はスタジアム保有してるから日本で開催したらいいだとか、そういうふうなことを言われたらそうかなって思ってしまうわけじゃないですか。簡単なこと、方向性からで言いますと。で、もちろんそういう意見は昔あったんですよ。で、まあ、もともと僕の話で言うと、まあ、他者から見たら僕の件に関してその話はデリケートな話だと思うんですけど、阪神・淡路大震災があって、神戸市の町づくり課出身の、笹山という人が、神戸市長の笹山市長ということで、まあ、阪神・淡路大震災1995年の、あと、市長に、として就任してたんですけども、そこでそのウィングスタジアム神戸っていうものを作った、そのずっと作り続けてたんですよ。2002年の、日韓ワールドカップに備えてですね。で、神戸市西区に総運動公園というところがあって、隣がグリーンスタジアム神戸、もともとオリックスバファローズのその前の、オリックスバファローズってもともと近鉄バファローズとオリックスブルーウェーブズだったんですよ。オリックスブルーウェーブだったかオリックスブルーウェーブズだったかちょっとよくわからないんですけども、まあ、なぜ、まあ、略称しましたオリックス、旧山一証券です。その横に4万人近く入るスタジアムがあったんですよ。その陸上競技場としても使用できますし、サッカースタジアムとしても使用できます。ラグビー場としても多分使用できるんじゃないかなとは思うんですけども、もう、ものすごく立派なスタジアムです。1980年代に、出来上がってるんですけども、4万人近く入る、かなり、立派な、スタジアムです。で、それがあるのになぜか神戸ウイングスタジアムを作っていて、阪神・淡路大震災がありました。建物の家屋を、全壊した家屋を、解体したりしたらよかったのに、例えば僕の住んでいた、分譲マンションの、東山コーポ、こちらに関しては、2003年4年、それぐらい、2004年ぐらいからですかね、解体が始まった。2003年のうちはまだ全然解体工事は始まってなかったはずです。だから震災発生して8年経過してもう解体してくれずだったんですよ。で、だからまあ、もともと町づくり課の人間が、議員とかにやったらダメなんですよ。
もともと昔のテレビのニュースとかでも建築業界ではすごく叩かれてたんですけども、これ少子化始まったのは昨日今日ではなくて49年くらい前からなんですよ。っていうことは人口ずっと少なくなっていってますから、建物が大きくなるわけないんですよ。ビルはどんどん小さくならなければならない。で、まあ、電気の使用量に関しても30階建てぐらいのビルに関して、エレベーターは6機、8機ついていて、しょっちゅう稼働しているようなところは、1年間電気代、1億円ぐらいかかります。ここの、集合住宅、4階は家5軒ぐらいしかないんですけども、1階から、4階しかありません。一応地下はありますけども、駐車場のところ。まあそこもまでつながってるエレベーターではあるんですけども、例えば2022年、1年間の電気代が40何万とかかってるんです。で、まあそれを考えたら、まあなかなか乗ってる人なんか見かけないんですけども、それでも、それぐらい電気代がかかってるということは、まあ、30階建てのビルはものすごい量 の電気代がエレベーターだけで年間かかっていると。だからもうそれだけ大量のエネルギーを消費しているんですけども、だからこれもし僕からの提案で安倍さんが、第2次安倍政権、選ばれてなかったらだとか、それ多分僕はその20歳ぐらいの頃に言い残したというか言ってきた内容に関して、それに合わせてガソリン車の生産停止だとか、もうそれも僕20歳ぐらいの頃から言ってたんですよ。こんなこと簡単だって、ガソリン車生産しなかったらいいと、ほとんどの場所は電車バスの方で行けると。もうまあ友達同士とかでも話し合って、そのこれ行政の答えもそうなんですけども、もう歩けなくなったら老人ホームとか病院で、面倒見てもらうなんですよ、老後の世界って。その歩けなくなった時に車を運転することなんかまず考えちゃダメなんですよ。普通に考えたら分かると思うんですけども、これはまあ一般人方向けに言ってるんですけども、歩くことさえできない人が車なんか運転したら事故を起こすの分かりきってるじゃないですか。だから高齢者のドライバーの人たちがテレビの事故のニュースでしょっちゅう流れているっていうのは、もうそりゃそうでしょうとか、まあ年齢見ても80代だとか70代だとか、もうそれぐらいの年齢で車を運転すること自体が、かなり方向性間違いすぎてるんですよ。あと、それと自分で歩かなくなったら足腰弱ります。で、それは、20歳の人間でも同じです。一回僕、右足開放骨折したことがあるんですけども、まあ、1ヶ月以上病院のベッドの上でした。で、病院から退院するときも、足も手もそうですけども、ガリガリになってます。で、足首の関節とかあんまり動かしないもんですから、足首の関節はもう固まってたんですよ。だから体がだんだん固まっていくんですよ。で、動かさなかったら。これをもう全員健常者として生まれても、もう10代だろうが20代だろうが、60代だろうが80代だろうが同じなんですよ。だから体を動かしておくに越したことはないんですよ。で、まあそのエネルギーの残存量問題の、だからまあ、公用病院のところがものすごく怪しい部分と、まあ、石原慎太郎さん自体はもともと自民党であったと。だから誰かにあれこれ言われて、東京都政六法で、まあ、石原さんが決めたのか、周りにいた都議会の議員の人が決めたのか、経済関係とかでも、がんじがらめになってそういう方向で動いたのか、まあその辺のところはよく分かりません。少なくとも僕が絶対これは間違ってないっていうことで言えるのは、僕が、高校1年生ぐらいの頃に J リーグが開幕しています、だから1993年ぐらいだったんじゃないですか。ないですかね。で、テレビの全国放送の民間放送の、19時から21時ぐらいまでの、番組の放送は全国放送のうち、まあテレビ東京も入れて5局でしたけども、そのうち4局ぐらいがもう全部サッカーだったんですよ。で、これはテレビ局業界とかでも昔から良くない内容のドラマとかを放送してましたが、振り物だとか。もうそういうのでもだいぶ叩かれていましたし、バラエティ関係とかでも、まあ、結局のところ、そのエネルギーの残存問題から話すると、放送するものないんでしょみたいな話になるんですよ。
で、それで、サッカーの放送みたいな形に切り替わってた部分があるんですけども、そもそもで言うと、こんなにたくさん全国放送のテレビ局が存在する必要がないっていうことになるんですよ。だから僕はだいぶ前から言ってる、2社合併、夜中と明け方の番組をなくすっていう、見る方からしたら、あんなに番組たくさんあっても絶対見れないでしょ。全部目通しようがないですよ。だからまず、まあ、それだけでもエネルギーの消費量はだいぶ節約できるんですけども、その高校1年生ぐらいの頃にそのテレビ局の出演者同士の人たちがね、ある程度喧嘩みたいな形になって、で、仲裁に入った、まあ、議員さんなのか何なのか、まあ、弁護士の人たちなのか、まあテレビ局の役員さんなのか、まあ複合的な人たちの意見かもしれませんけども、まあ、結局それで、結局放送するものなんかあんまりないって、こんなにテレビ局もともと作るもんじゃないっていうことは、もう改革した時もうすぐにもうみんな言われてるっていう話だったんですよ。まず最初に改革したのは、みんなの税金の NHK、上は総務省で、民間で一番最初に開業したのは、日本テレビ放送の株式会社、読売系列です。読売新聞の、系列です。で、他もその読売新聞社がテレビ局を出したから、まあ、海外でも同じ形式だとは思うんですけども、それによって、各、まあ、例えばフジテレビさんだったら、産経新聞、テレビ朝日さんだったら、朝日新聞、TBS さんだったら毎日新聞と、テレビ東京さんだったら、日経新聞、日本経済新聞であると。で、まあ、そういうふうな形で物事が進んでしまってるんですよ。で、最初の方のテレビ局ってあんまり大きくなかったんですよ。で、それがテレビ局自体が、まあ、どういうふうな経済の回し方だったのか何だったのかわからないですけど、バブル崩壊1990年の前にテレビ局を大きくしてしまってるんですよ、建物を。だから日経新聞の、日本経済新聞の、テレビ東京さんの、その現在のその本社、まあ、10年ぐらい前に、10年じゃないですかね、5年ぐらい前ですかね、まあ、2019年の頃には、一回ちょっと建物の中見に行ったことがあるんですけど、いや、もしかしたらね、友達に東京を連れて行かれた二十歳過ぎの頃にも、皇居とか、いろんなところに連れて行って、かれて、まあ、一応聞いてみたらとか、まあ、そういうふうな形で。で、河川水門会師団和膳とか、その当時、僕は二十歳ぐらいの頃、世界中の政府上層部の人たちとか、エネルギーの残存の問題とか、まあ、その後、黒人初の大統領、オバマさんの件だとか、人権作文をみんなの前で読んだだとか、司会者の人に、読んでもらったりだとか、まあ、言葉はちょっと自分で、当時の文章のものとは、ちょっと読みやすいような内容に変えて、聞き取りやすいように変えて、まあ、行ってたんですけども、それによって世界中の政府上層部の人たちとのつながりだとか、いろんな議員さんに、僕のことを、してもらったりだとか、まあ、NHK、関係者、各民間テレビ局なども幅広く、いろんな人たちに、会って話したりだとか、まあ、議員さんもそうですけども、だからその頃の話の内容を考えると、本当は日本の場合の原点はバブル崩壊の1990年だと思うんですよ。だからその前に日本中いろんなところでいろんなレジャー施設とかを作って、全部倒産してますと。で、それはエネルギーの無駄遣いとか金属の無駄遣いであって、それをシェアならなかったと。で、その結局打開策は、ガソリン車の生産停止だとか、河川水門開式生発電だとか、まあ、自然再生可能性であったと。で、東京都知事をしていた頃の石原慎太郎さんは、まあ、環境問題ということで、排ガス規制とかそういうふうな形で車とか、トラックとか、に、まあ、規制をかけるような形で動いていました。だからその辺のところ、オリンピックに関する部分に関しては矛盾があるといえば矛盾があるんですよ。だからまあ一番怪しいのは、2004年5年精神病院に、通院させようとした、連中と、あと
それまで、例えば、会社の上司とかに、年配のものをつけて、キャバクラへ連れて行かれたことが2回あるんです。で、1回目は、大量のお金を貸されてるんですよ。200万ほどの。まあ、200万円ぐらいです。それも、自分が貯金してたお金プラス、3社からの消費者金融から30万ずつ借りてのお金の金貸しをさせられて、で、今まで結婚話した人間の話を出して、来られて、で、東京都の方で何か仕事がないとダメだから、そのお金で、会社の再建を手伝ってくれだとか、再建ですよ。他の飲食店とかだったり、神社と一体化して、まあ、その後、お金を貸してから、まあ、10年以上経過してから一回見に行ったんですけども、もうものすごく古い、まあ、飲食店で、もうここ無理でしょうっていうような、ボロボロさ加減で、まあ、こんなところ、こんな人たちに騙されたのかと。まあ、2回目のキャバクラの時もそうなんですよ。サンパレス六甲で勤務している時に、ある程度の記憶は戻って、ちょっとぐらいですよ。その結婚話を運動した人間、人たちがいた、まあ、アナウンサー関係とかだけじゃなくて、他にもいっぱいいたと。で、それで神戸駅に行くだの何だのっていうところから、三宮のキャバクラに連れて行かれるんですよ。安井圭介に関してどういうふうな形で、まあこれは聞き取り調査しなければわからないですけども、昔から多分、フェイクニュースが放送されていたでしょうから、だから今考えたら能登半島で自分で現地行って、あと他にも、内閣府の、防災関係の情報のところを見ると、去年の能登半島に震度6の地震があったと。だからそこ見たら本当のことが分かるような形にはなってるみたいなんですけども、まあ、この設定自体はまず無理があると。まあ、インターネットとつながるようなものを所有している人じゃなかったらまず分からない仕組みになっていると。で、それと昔はスマートフォンなんて普及してなかったんですよ。だから見ようがなかった、ほとんどの人は。じゃあ、熊本の大地震が2回発生してるのと、その前の、新潟県の地震が2回発生してるのは、あれは一体何だったんだと。本当は1回だったんじゃないんですかっていう話にも僕からしたらなるんですよ。で、こう最近では、豪雨災害、能登半島の豪雨災害のニュースに関しても、以前放送した内容を、まあ、本日は2024年9月の25日ですけども、放送しているように見受けられます。一部の映像に関して、だからね、もうここまでこうなってきたら、本当に能登半島の、水害、その大雨による豪雨災害なのか、他の都道府県のものの映像までもしかして混ぜ込んでますっていう話になってくるんですよ。まあ、もうそうなってきたら、映像を見たときに、はっきり言ってわかるんですよ。もうずっと報道番組ながら見てきましたから、あ、この映像、もう以前も使ってたでしょっていうのがわかるんですよ。で、だからまあ、社会の仕組み自体が、まあ、このままだと、むちゃくちゃすぎるのと、まあ、あとはその今回の名目であるワンサイクル遅れてる件に関して、多分小泉純一郎さんの時にその発表するっていう話だったと思うんですよ。それがまあ、郵政民営化の話だけで終わっているっていう。の小泉純一郎さんのせいじゃないはずなんですね。僕からの提案とかで、まあ、安倍さんとかも動いてくれたり、二十歳ぐらいの頃僕が言ってた内容で、多分動いてくれてる人たちがのグループがいて、良識派の、そのエネルギーの残存の問題を第一に考えて、後の世代が本当に、とんでもない目に遭わないように、
世界中で、ガソリンの供給が止まったら物流とかが止まるわけですから、スーパーマーケットで食料が並ばなくなります。でその話とかも僕はもう20歳ぐらいの頃に、レクチャーを受けてたのを、思い出してますし、もともとそれは学校教育でもみんな聞いていたはずだなっていうところまで記憶はもう今は戻っています。で、だからなぜ2004年5年のあの精神病院、公用病院に通院させられている間に、水面下で東京オリンピックに関する基金の条例を東京都の方で、東京都議会の方で、進めようとしていた人たちがいましたと。で、それはまあ何理由かわからないですけども、結局オリンピック自体を解体しなければならない、それはエネルギーの消耗を加速させる話であって、今や例えばこの間のパリオリンピックに関して選手やもしかしたら監督コーチも含めてかもしれませんけども、確か僕が見た時は選手だけで世界中で1万人以上参加してるんですよ。でこれ例えば海外旅行の人たちの統計の仕方なんですけども、例えば、1000万人海外からの海外旅行客の人たちがいましたと、日本に。じゃあ、そのうち1人の人が、3日間宿泊したら、3日日本に滞在していたら3人っていう計算の仕方なんですよ。でじゃあ1万人が、フランスのパリの方へ行って、何日か滞在しましたと。ただし日本の選手団を見ても分かる通り、軽く100人を超えています。400何十人でしたっけ、それぐらいだったと思います。だから今オリンピックの参加国は世界中でだいぶ増えてますから、1万人ぐらい本当に人数としているんだろうなと。で、旅行客としてカウントすると、ただ各オリンピックの開催に関してはその開催した国がお金支払って、宿泊施設とか全部用意してるんですよ。旅行費とか出して。その代わり放映権料とかを持ってるんですよ。ただし、それの放映権料とかが入ってきて渡航するのはテレビ局とかの人たちじゃないですか。で、これ、ものすごくエネルギーの無駄遣いになるんですよ。世界中でオリンピックとかスポーツが流行りすぎると。で、チーム数を減らしたりだとか、本当の人口の話からで物事を進めていくと、それはすんなり、進められることであって、複数本拠地制度とか、例えば、プロ野球選手とかにも複数本拠地制度でエネルギーの消費とか選手の負担を抑えてと、移動の距離とかですよ。もうそうすることによって交通費とかも、だいぶ、抑え込むことができると。で、建物の老朽化自体が、満員になってるから、重さが、何千トンという、人間の体重で、それぐらいの重みがかかっていると。だから、早く、建物が老朽化するのであって、もちろん地震とかいろいろありますよ、老朽化する原因は。だけども、その複数本拠地制度を行うことによって、利益面でもそうですし、その建物の建設費用はめちゃくちゃ高いんですよ、解体費用と。で、だからその辺のところを考えたら、複数本拠地制度で、自分の本拠地である試合の数を削ったとしても、長時間合ってくるんですよ、あと交通費とかの部分で。だから、その方向で動けばエネルギーの消費量はかなり抑え込めると。で、オリンピックとかも解体して商業原理でもういろんな種目を、絞っていく、参加する選手の数を、減らしたりだとか、だから世界陸上みたいな形だとか、あとはバドミントンはバドミントンの世界戦だとか、もともとバレーボールとかではもう国家代表戦があるわけじゃないですか。だからもともと野球でも大失敗してるのが、プロ野球界で、ワールドベースボールクラシックっていうのが出来上がってるんですが、あれももともと僕もうそれ言ってる方か、僕言い出してる方かもしれないんですよ。フルーツラーパークで20歳ぐらいの頃に。で、それから出来上がってるんですよ。で、そうすることによって、オリンピックからはもう野球の種目はなくしますと。
だプロ化とともに、あとは商業原理等も含めて、数を抑え込んでいくと、まあ、そういうふうなもともとの発想だったのが、まあ、東京オリンピックでも、これも僕も一時エネルギーの残存問題を一時思い出して、あの頃って精神病院に何回も入れられてますから、もうあの状態になったらもう情報もないし、頭なんかおかしになるんですよ。で、まあ、東京オリンピックの開催に関してもだいぶ抵抗した方なんですけども、もうするしかないっていう方向になってるからっていうことで、まあ、その方向で、結局僕も対応するしかなくなったと。で、東京オリンピック、もともと球場ある。で、野球っていうような形になってるんですね。で、だから、金メダル取った時に選手、誰だったか忘れましたけども、一応自分たちもその証言を残すためなのか、まあ、一応言ってるんですけども、これ本当にもらっていいんですかって、金メダルのことですよ。だからそこまでの話とかある程度知ってるはずなんですよ、プロ野球選手の人たちも。だからその、もしくはメダル取った後に聞いたのかもしれませんけども、一回言われただけだったら、自分からこう説明できるぐらいになったら、違うでしょうけども、忘れるじゃないですか。だからエネルギーの残存問題が完全にこの社会全体の軸だっていうことを覚えてるのか覚えていないかによって全然変わってくるんですよ。だから、まあ、その2004年5年工業病院に通院させられた時に、物事がおかしくなってるのと、そこの理事が山口っていう家系の人なんですよ。で、まあ、山口さんっていう人は世の中いっぱいいますから、山口組が一体何だったのかっていうことを考えたら、だから兵庫県で行くと、その、もともと田岡御殿と呼ばれていた、灘区か東灘区にあった大きな家。で、そこは田岡製薬所っていう兵庫県の姫路市よりも西の方にある播磨っていう地区に、田岡製薬所っていうのは昔あって、そこを警察官の人たちが取り締まってくれてるんですよ。その精神が生産されなくなる薬とか、こんなむちゃくちゃな状態だとは知らんかったぞと。俺たちはもう、俺たちだってそんなむちゃくちゃな世界なんか広げへんぞと。いうことで一回取り締まってるんですよ。で、その、田岡製薬所は三井グループなんですよ。旧三大財閥の。で、僕をキャバクラとかに連れて行ったことを発覚して、で、そこのキャバクラで、胸揉ませていた人間が黒のスーツを着て三井住友銀行になっても、貸し出しの窓口にいたんですよ。名前とかも全部覚えています。で、一部動画でしっかりと言ってます。もうそれも通報込みですから。で、これ本当に大きな件で、それで、その三井グループのむちゃくちゃさ加減の話になって、山口組の取り締まりに関しても、あ、本当は僕は小学生の頃に、だから1985年過ぎぐらいの頃に学校で先生に、その精神を生産されなくなる薬だとか、そういうふうな、そんなこと間違ってると思ってる、思う人と。で、そういう人、悪い人たちは警察官の人たちに取り締まってもらった方がいいと思う人を手挙げてくださいって言われて、まあ、僕も手挙げましたし、で、他の人たちも、手挙げていました。で、まあ、まあ、なぜ、その後、その、田岡御殿が、家宅捜索に入ったりだとか、まあそういうような形になってるんですよ。だから、警察官の人たちも、その精神を生産されなくなる薬っていうものに関して、まあ認めてる派の人たちと、そうじゃない派の人たちがいるんですよ。で、これもともと何を辿っていったらいいかって言ったら、第二次世界大戦っていう、狂気じみた、戦争が昔ありましたと。で、第一次世界大戦もそうなんですけども、まあもともと行政しか戦争を始めれない。だから、どちらが先制攻撃をしたかっていう話になってくるんですけども、だからその件に関しても僕は、アメリカの方にも、謝っています。で、安倍政権の時にも、安倍晋三さんに、ああいうふうに、真珠湾の方を訪問してもらったりだとか、逆に、黒人初の大統領、オバマさんに、広島、
原爆投下の日に来ていただいたりだとか、だからその話はものすごくデリケートでしたから、両陣営に言ってるんですよ、まあ、アメリカの方の、あの共和党の人たちにも、メッセージを送ってるんですけども、日本 の, あの被爆者の会の人たちの代表者や、その会の人たちにも、絶対そこで謝罪運動を言わないでほしいと、アメリカの方に。それ言ってしまうと、本当は日本が本当に先制攻撃仕掛けてしまってるから、アメリカに対して。日本が悪いでも話絶対これ済ますしかないんですよ。そうじゃなかったら今までの戦争に関してどちらの国が領土に侵入したんですかと、そこを占領しようとしたんですかっていう話になって、それでどちらが悪いかをはっきりさせなかったら、これ物事話収拾つかなくなるんですよ。だから両方ともに頼んでいたのが、お互い笑顔でその時に握手してもらえませんかと。それでまあ今までのその戦争を、まあ日本とアメリカが世界で一番悲惨な戦争をしますから、原爆っていうものは日本に投下されたのが初めてであって最後であると。で、まあ海戦に関しても総力戦で双方をやり合っています。まあミッドウェーの海戦に関しては本当は日本の方が空母の数多かったんですよ。で、まあ、ただ国力比で考えたら5対1ぐらいの差があるんですよ。で、だからあの状況下で日本中国にも進出していて、満州国とか勝手に作ったりしてたじゃないですか。でソ連とかにも、まあ、ソ連の前のロシアとかにこう攻め込まれたりとかしてたじゃないですか。でその状況下で普通の人から見ても何か日本のこの行動っておかしいなって普通気がつくんですよ。北はロシア、西は中国、東はアメリカっていう世界の、ね、三大大国に囲まれてる状態で、そんな状態でアメリカになんで攻撃仕掛けるのって、僕も今ねこれ謎だなって思ってるんですよ。普通まともな考え方の人間だったらその状況下でそれプラスアメリカまで戦争吹っかけますの話になるじゃないですか。ちょっと話がそれてきたので、その、なんせ、世界中へのメッセージで、まあ、国境があって、その隣国と戦争をした、全く戦争をしたことのない歴史のある国なんかまずないんですよ。どこの国もお互い、戦争し合った仲とかね、まあ、その辺のところは、ヨーロッパなんかはユーロみたいな形で、まあ、仲良くしたりだとか、アメリカの歴史も、もともと、まあ、ヨーロッパの人たちが、こう、たくさん移民して、どんどんアメリカっていうところを、まあ占領開拓みたいな形で、であとは最終的にアメリカっていう形が成り立ったのは、奴隷解放側が勝ってるんですよ、南北戦争があって。だからそういうふうな、まあ、状況下があって、その辺の話とかもあって、まあ、黒人初の大統領オバマさんが誕生して、まあ広島原爆投下の日に訪れてもらってると。で両者握手どころか、まあ、オバマさんの方がもう顔は何とか頑張って笑顔を作ってるんですけど、もう目はもう涙流しそうな、状態で、被爆者の代表者の人の肩を抱き寄せるっていうことをしてくれて、まあ、それが世界中への平和への、メッセージであって、これ戦争のことだけを言ってるんじゃないんですよ。もう今更国連加盟国ばっかりだから戦争なんか絶対起こり得ないんです。で、フェイクの、昔の戦争が今起きたかのようにフェイクの放送をしてますけども、絶対ありません。まあ、私からの提案でパリオリンピックに関しては、ロシアはオリンピックの参加、拒否してもらってるんですよ。だから本当は今、正しい対応をしてるのはロシアなんですよ。もうオリンピックは解体するべきだと。こんなに世界中のスポーツ選手を増やしたって無理だと。そんなに体鍛えてるんだったら、重機とかをできるだけ使わずに建物解体したりだとか、まあ2階建てとかの家の範囲ですよ。木造とかの。で、もうコンクリート相手なんかもう人間でどうこう、なかなかできるものではないですから。だから、できるだけ重機を使わずに河川の整備だとか、そういったところ、河川の土砂のかき出しも含めてですよ。その、ほったらかししてたら土砂がずっと堆積していくんですよ、河川って。で、排水量とかがどんどん低下して、流木とかもそこそこ、ある程度見つかったりとかします。でそういうのも取り除いておかなければならないのと、河川の両サイドとかを、まあ、最初から、
木を切っておくこと。だから能登半島の最近もう一度同じように流している映像なんですけども、いろんな映像で、河川の氾濫に関して流木が流れてきて、橋のところでつっかえになってしまって、一本二本じゃないですよ、もう何十たかが両幅10メートルぐらいの河川で何十本もの木が、もう塞いでしまっていると。だから河川が氾濫すると。だからそういうような形である程度それもチェーンソーを使わずに、野球部の人たちがこれだけ増えたんですから、そのバットのスイングの軌道あるじゃないですか、足腰使って、体の軸を回転させてっていう、そういうのが自分の体重を乗せて、まあ斧で、木に一撃を入れると。だからそういうような、木の切り方として、また斧とかに回帰して、対応していかなければならないと、まあ、こういうふうな、ことです。で、まあ、ワンサイクル遅れてることに関しては、まあ、これから先も自民党とか立憲民主党の人とか、維新の会の皆さんだとか、まあ、現在正式名称、日本維新の会ですけど、まあ、他の党の人たちもそうなんですけども、できるだけ日本全体で、エネルギーの残存量問題に関して、ガソリン車の生産販売停止を2030年に、絞り直すと。で、他国もそれで、どうにかしなかったら、2035年ではやっぱり遅すぎます。で、あとまあ、あとは河川水門外式断発電とかで大量の電力を生み出せなかったら、これはまあいろんな意味で、本当はもう27年前から始めていれば、今頃日本中にもう敷設すべてほとんどの河川で、配備、まあまず完了している状態だと思います。で、河川の底の整備だとか。だからすること完全に間違えてしまってるんですよ、土木建設のところが。だこの話を各市や区まで、まあ区がある市はなかなか珍しいですけども、しっかりと話、届けているのかどうかっていうことなんですよ。これはまあ国会議員の人たちや各、都道府県の知事市長の人たち、各地方議員の人たちが早く、していただければならないことであって、まあそういうふうな形を行うことによって地震に関する防災にもつながってきます。それはもう港川の例を挙げて、以前言った通りです。というわけで、まあ、結局、誰原因っていうところははっきりとは分からないんですけども、その淡井圭介を2004年、5年に精神病院に通院させたその例って、すごくいろいろ怪しいです。そこの経営者が山口っていう人っていうところも、山口組の件だとか、だからまあそういうふうなことを警察官の人たちも、しっかりと、理解していただいて、対応していただけたらなと思います。以上です。